こんにちは、ハイジーです。というわけで始まりました、今一番気になるお店に来てみようのコーナーでございまして、本日はみんな大好きステーキガストさんにやってまいりました。というのもステーキガストさんのステーキ塊肉を冷蔵輸送し各店舗でカットして提供するということで、高い水準の安定した美味しいステーキが食べられるようになったんですって。すでに明らかに美味しくなったとの声がいろいろ上がっておりますので、やってまいりましたが、すごいですよね。人気店なのにさらに上を目指してる感じ。一郎選手が首位打者の最中にまだ打撃フォームを改造しようとしていたあのスタンスに近いというか、その感じすごくステーキ。というわけでお店に入ってまいりまして、目の前にすでにメニューがあるんですけれども、このシックな高級感というか、なんかこの暗い中で赤身の断面が映える感じ、すごく素敵という写真のレビューから入りました。かけていきますが、早速来ました、ステーキガストのプレミアムステーキ匠カットと書かれておりますが、お肉の旨味を逃がさないそうでございます。でまたこの炎の中で持ち上げられるお肉、なんでお肉ってちょっと浮いてると美味しそうなんでしょうね。見て、サーロインもちょっと浮いてんの、それがうまそうなので、柔らか冷えステーキに関してはちょっと浮いてんの、3種の浮き方、この特選リブロースステーキ、特選サーロインステーキ、そしてこちらの柔らかヒレステーキがそのチルド肉らしいんですけれども、どれも、ガーリックバターが乗ってる美味しそうなお肉で、はっきり言って今お店の人に聞きましたら、この3種ともめちゃくちゃ人気でめちゃくちゃ今注文が出るそうなんですけれども、今日はサーの称号が与えられているという特選サーロインステーキ、単品のステーキはこちらなんですけども、もちろん健康サラダバーセットにしてみたいと思います。このように今回もヘルシーお野菜メニューがたっぷりでございます。お豆腐とかもあります。オクラ嬉しいね、今ハマってんのオクラに。デザートフルーツ系もあったりとか、ソースバー、ソースの種類はこちら6種になっておりますし、マヨネーズケチャップもあります。でこれが憎いやつカレーコーナーで、フォカッチャコーナーはチーズ、バジル、シュガーがございまして、こちらシュガーが新作でございます。横で自分で焼けます。さっとで今ソースをかけながら、横にひじきもあったじゃん、なんでこれもうスペースないよってなっちゃう感じが、こういうサラダバーの楽しいところ。でもとりあえず十分素敵なものを取ってこれたという自負はあります。ピンポンとかぶりました。いただきます。お肉前にきっちりお野菜が取れるのも嬉しいですし、コンセントも嬉しいよね。うん、美味しい。で個人的にやっぱりひじきが気になるので、ステーキが来る前にもう一回おかわりできるのかっていうチャレンジが今始まってる。さあ最後のオクラ、はい、サーロインステーキ 150g でございます。はい、ありがとうございます。はい、ぴったりでしたね、ぴったりでした。にしても、にしても美味しそう。さあ10、10、10、10いってます。もう切りましょう、もう切りましょう。眺めてたい、ずっと眺めたいよこの光景を。確かにそうなんだけども、しょうがない、このままでいることはできないから切りましょう。さっと、はい切って、はいはい、断面どう、綺麗な赤身、和風玉ねぎソースをちょっと垂らしてあげます。明らかにうまい。これ誇張でも何でもなく相当美味しいと感じます。何回やってもこの切ってから断面見る感じ楽しいよね。実はわさびもサラダバーのコーナーにありました。そうなってくるんだったら乗せてあげるしかないですよね。ズームで見ていただきますが、どうでしょうか、どうでしょうか。持ち上げたらうまそうに見えます。やっぱり、本当に本当に想像以上、マジでうまい。今飲み込んで喉もうまいって言ってるくらい、この辺の筋道もうまい。めちゃくちゃこの赤身の中に旨味が閉じこもってるという印象でございまして、こちらに今度はおすすめというニンニク醤油、たまらんよたまらん。はい、かけて、うわ、なんだろうこのお肉のなんか生き生きしてる感じ。で、ガーリックバターなんですけれども、自然に溶けてきましたので
ちょっと伸ばしていくっていうのはいかがでしょうか。うわー、また美味しくなっちゃうの。こんだけこっちがさ、美味しい美味しい言ってるのにまだ美味しくなるとしてんのっていう感じなんですけれども、今度はソースバーで取ってきました。うま塩ソース、こうつけてみまして、このソースもさっぱりした中にしっかり濃いうまさがあって、そのうまさがお肉の旨味を引き立てるっていうか、結局このお肉やっぱりね、何でも似合う、どんな服着ても結局いい感じになっちゃうおしゃれな人みたい。お肉がまだこのくらい残っているうちに試してみたいことがあるんです。まずはこちら、パン取ってきましたよね。こう切っていきますよね。もうワクワクしかないですよね。でこう開けます。あ、すみません、ちょっと浮かをします。そうしましたらお肉をいい感じのサイズで結構大きめに切ってしまいます。この辺から脂身が入ってくるゾーンでもございます。はい、プルプル見えます。お肉をパンの上にオンします。ここでまたサラダバーのサラダが登場します。レタスという掛け布団をちょっとかけてあげます。プチトマトも乗せてあげます。オニオンも乗せてあげます。そしたらこの上から帽子をかぶせます。でもうギュッとやります。いただきます。もうステーキがパワーアップしてしまったことで、ハンバーガーの美味しさもさらなるパワーアップをしてしまいましたね、これね。一回ハンバーガー挟んでからの帰ってきたシンプルなステーキ、結局やっぱりお肉が美味しいんだっていう、さっきのハンバーガーをあんだけ美味しくしてしまった犯人が分かった感じで、ポテトもあるからさ余計雰囲気出るよね。ハンバーガーとポテトのセット食べてる感じになるから。いや、ステーキも堪能できるし、ハンバーガーも食べられるし、最高、バリエーション豊富だよね。いや、本当に、あれ待って、これ寿司じゃない？もしかしてこれ お寿司っぽくない？あれ寿司も食う、お寿司おいしい、もうステーキ、ハンバーガー、お寿司すごいね。でさらにもうこれをこう来たらステーキカレーってことになっちゃうんだもんね。すごくない？もう何とでもなっちゃうってことだよね。何とでも使える、もっとこれでも入っていけるお肉でございます。はい、なわけで完全に祭りの後の感じになっちゃいましたが、まだ終わってません。そうです、ひじき食べてないんです。ひじきと、そしてやっぱりオクラも美味しかったのでオクラも取ってきまして、デザートにパイナップル、こちらで締めになりますね。あ、すいません、ちょっと一応パイナップルの方もこうですね。では食べていきましょう。はい、まさかのオクラから。あれだけひじきのことを言ってたのにオクラから食べてる自分に衝撃。どうせなら次もオクラを食べてそのままごちそうさまって言ってくれてればよかったのだが、次は普通にひじき、ただの天然野郎、そして待望のひじきを食べた感想が無言。何なんだこいつ。そしてパイナップルを食べたら、うん、うまい、ちゃんと感想言ってる。マジで何なのこれ、うまい、ひじきが食べたくておかわり言ったんじゃないの、うん、パイナップルは甘くて美味しい。やかましいよもう。そんなこんなで後半は自分でもびっくりの天然炸裂でございましたが、消化を助けるパイナップルがサラダバーの中にいてくれるのはかなり優秀だと思いました。ごちそうさまでした。そんなわけで今回のステーキガストさんのステーキ、以前にここのサロンステーキ食べたのは結構前になるんですけれども、だからその時と今食べたのを比べるのって相当難しい話なんですけれども、食べてとにかくめっちゃ美味しいって感じた。これは食べてみていいのではないでしょうか。しかもサラダバーもやっぱり相変わらず楽しいですしね。大満足で美味しく満腹になれるお食事でございましたっていうのはいいんだ。それはいいんだ。それはいいとして、また変なコメントが来てんだ。あと紹介しますけれども、タカさんからのコメント、アイジーさん、ついに我が家のエアコンが壊れてしまいました。ありがとうございます。僕何もしないですよ。僕壊したわけじゃないし、お礼言われることじゃない。早く直そう。というわけで食べ終わったと思ってたんですけども、ステーキガストさんどうなってるんですか。
食後のドリンク取りに来ましたよ。その時に見つけちゃいましたよ。スープバーのところにそうめん。お腹いっぱいだったけど取ってきちゃったよ。ナンパじゃないよね。でこれやろうと思えばカレーそうめんもできるんだもんね。どうしよう、帰れなくなっちゃう。